歴史学者モースの筆録にこう記されている。クリスタルの加護を受けし大地バリスゼア、大地に鎮座するマザークリスタルは人々を繁栄に導いてきた。しかしいつしか芽生えた人の自我は自らを惑わせていく。それゆえにクリスタルをめぐる探求の旅は今なお続く。もうすぐ夜明けだ。そろそろ両軍が動くぞ。俺たちの任務はドミナントの暗殺、標的を間違えるなよ。女だろ戦場で間違えるか。それより本当に現れるんだろうな。いずれにせよ俺たちに拒否権はない。これがある限り疑問を持つな。そろそろ出るぞ。
かるなよ、ワイバン。お前はこの任務の肝だ。分かってる。こっちだ、ついてこい。この戦場は荒れるぞ、くれぐれも気をつけろ。おい、急ぐぞ。始まりやがった。牙が出るまでダルミキア軍が持てばいいがな。なんだよ。門へ行け、急げ、早く。援軍を出せぬとはどういうことだ。話が違う。何のための同盟か。慎まぬか。陛下のウォールウド王の御前だぞ。これが我らの結論です。何を焦っておいでか。戦況など一時的なもの。先の大陸戦争の折も帰国だけで見事に奴らを防いでみせた。違いますか。それに帰国のドミナントが控えておられるのです。我々の介入はかえって足手まといでは。
患者の知らせでは奴らも召喚獣を手に入れたという。あの時とは状況が違いましょう。援軍は不要だ。何の勝算があって今さら兵隊を借りたところで、悠長に到着を待つ気か。ここが落ちればあの蛮族どもを前に首都ランデラは丸裸なんだぞ。俺が出るしかあるまいよ。クプカギョウ、せいぜい鉄王国の奴らに見せつけてやるとしよう。格の違いってやつを。フーガ。気をつけてね。増兵など召喚獣の前では散り役だ。俺の力を疑ってるのか。いいえ全然、あなたを信じてるわ。愛してるもの。召喚獣芝だろうがすぐに片付ける。いいか、戻ったら覚悟しておけよ。乱戦になったな。いい頃合いだ。俺たちも行くぞ。行くしかない。先に行け。待て、何か様子が。召喚獣を出してきた。鉄王国の島だ。本当に嫌がった。行くぞ。
もたもたするな、ワイバン。急げ。任務はまだ終わってないんだぞ。また。さすがですね。ですが、いくら類稀な力を持っていても戦場を無傷で切り抜けるのは困難。わずかな傷が命取りに。その力を十分に発揮するためにも、特に自身の体力は常に把握しておきなさい。さてクライブ様、そろそろ体力が減ってきた頃ではありませんか。よろしい。
戦は人たちが勝敗を分かつもの。剣術、魔法、身のこなし、祝福の力、その人たちを確たるものにするため、自身の力量を正確に破足するのです。常に万全の体制で臨むことを忘れてはなりません。さあ、肩慣らしはここまで。最後は実戦です。バケツの水で冷えた体もそろそろ温まった頃でしょ。望むところだ。ようやく私もお相手ができる。ではナイトの称号にふさわしき力量を証明してみなさい。ああ、やってやるとも。さあ、クライブ様、かかってきなさい。の勘もなかなか。その調子だよ。ここまで腕を上げられていたとは。